はい、どうもでーす。OS13 年中対戦研究実況プレイの、34ですね。はい、今回は大門ということで、まあ、投票で最後はまあ上ということに、本当は多分ビリーなんだけど、普通に言ったらね。まあまあ順番的には上が最後ということになりました。今回は大門はなんか家庭版でかなり強くなったと聞いておりますが、うん、俺はロケテで大門は触ってるんで、まあなんとなくはわかりますが、12の大門はどうだったっけな。なんかこれもういきなり技出してるけど、12の大門は今の切り株がガーポだっけ、スーパーアーマーだっけ、そんな性能だったんだよな。それは覚えてんだけど。通常技から見ていくか。早くなった。あ、進んでるなんか。あ、進んでるね、これ。C が昔よりは低くなったかな、これ。これは変わらず。94から変わんねえ、この辺の動きは。何なんだろうね、これ。空中で腹筋を逆さにするという。うつ伏せ腹筋だ。これめくれる。うん。で、ジャンプぶっ飛ばしが滑りダウンっていうことで、2001と同じ性能ですね、このジャンプぶっ飛ばしは。うん。足払い短いね。こいつじゃない。しゃがみシーンもなんか変わった、ちょっと。昔完全頭突きみたいな感じだったけどね。パンチ、一応、これをしゃがんでやるっていう、まあ、あんま変わんねえな。うん。大門重要なのは立ち B ですね。遠距離 B の性能。早いよね、なんかね。隙も短い気がする。リーチも投げ。立ち A もジャンプ防止に使うと。まあ、通常投げが、昔の D 投げのやつだな。うん。で、特殊は頭上払いのみ。なんか、ダッシュからやったら滑ってない、なんか。ダッシュ頭上払いやったらなんか滑る気がするんだけど。そういう性能なのかな、ダッシュ頭上払いって。ちょっと滑ってるんだけど。なんかそんな性能っぽいな、これ。特殊な技なのかな。ダッシュからやると若干滑る。で、技が結構あるね。天地返し。隙が小さいな、昔に比べると。あ、そんな間広くないのか。あ、広い方ではあるけど。ダメージ高いな。結構減る。弱い上皮ぐらいは減ってるな。遠距離 B から入ると。先端じゃ無理だろうけど、ある程度のところはない。遠距離ビアはシャーミガードできないと思うんで、下段だと思うんでね。近距離 D とかないから、今回のダイモンは。あ、C はあるのか。C はあるよ。近距離 D がないんで、キャンセルは C からだな。昔は D が発生早かったから、基本 D 使ってたんだけど、ないので、ね。頭上払いが使えると。しゃがみしってキャンセルはできなさそう。あ、できるんだ。しゃがみしキャンセル可能っすか。そんな早くないから、そんな使わないかもしれないけど。C の方が使うな。A 頭上払いとか。これ壊し、これ繋がるか。無理か。っぽい。これは、ノーキャン天地返しは、あ、ノーキャン天地返しは早い。それは透かしで使うって感じだな、これ。はい。C、頭上払い、天地返し。あ、これもできる。昔は、天地返し、キャンセル不可だった時は、超品のみキャンセル可能だったんだけど、今回は普通に必殺技も繋がると。DX 版。
前はそんな変わんないか。統一可能かな、これ。わかんない。あ、統一可能。はいはいはい。天地返し2回入るかな、これ。マキシマミサイルみたいな感じでさ。なんか入った時あったよな。お、3回。3回入った。すげえ。3回入った。マジっすか。そっから雲掴みなきゃいけんのかな。3回か。これ EX 戦違いしからちょっとタイミングが難しすぎると思うけど、ネタとしてはありますね。雲掴み投げ。これ、弱、あ、EX 版は雲掴み投げなんだ。まあ、弱で雲掴み、強で切り株がいいし。うん。これ無理だよな。12では入ったんだけどね。これができるってことかな。どれや。なるほど。ダメージはどうなんだろうな。落とした時のダメージと、これ落としても大して意味はないから、まあ200はギリギリないぐらい。あ、難しい。キャンセルでこういうの出ちゃうよな。あ、あれ入る。ああ、いよいよ暗いポーズが切り株返しじゃない、頭上払いだけど、相手がこうなんかのけぞるような暗い言い方になるんで、やられ判定が伸びるみたいな。これでも入ってるな。あ、だいたい入るのかな、キャンセルで出すと。キャンセル出すと暗い判定でかくなるのか。もしくは切り株の掴む攻撃判定が広くなるのか。わかんないけど。ああ、で、切り株。あ、単発ダメージ低いな。雲掴み投げもそんな高くないわ。これは追い打ちに使える技。滑りダウンだから。ほわー、ちょっと待って、こっから入るでしょ。2001だったらバンバン入れてたんだけど。あ、入るね、やっぱりね。うん。で、ガーポーみたいなのは今回あるのか。あ、ない、ないか。っていうのは戻ったんだな。じゃ今回このダメージの低さじゃちょっともうあれだね、追い打ち専用だな、この技は。ですね。これ普通の天地返しとかから入んないよね。入んないよな。まあ間に合ってないだろうし、ちょっともう一回 EX 天地からの、あ、待って待って、キャンセルでやればちゃんと入る。なるほど、なるほど。雲掴み投げの対空性能はどんなもんか。リバサでは絶対無理だろうが、 EX 版は無敵がある。あるね。お、すげえ減る。これは使えるな。このダメージは減るな。すごいな。これ、まあ、逃げ字使っちゃってるからな。逃げ字ではちょっと使いすぎだと思うけど。うん、まあ、発生がそこまでは速くないんで、もしかしたら、こう、低い下げ飛び気味だと掴めないと思うけど。うん。まあ、いいや。掴む高さとか変わんないよな。うん。すげえ減るな、しかし、これ。間合いが狭いから、あれだけど、すんごい減るね。で、地雷神、地震ですね。今日は、シーバフェイント。これは、お家が可能な。あ、できない。今回は間に合わないか。まあ、段階比できると思うし。パッシブ。うん、段階比はできる。EX 版。早い、早いね。あ、コンボになる。あ、近いと打撃っぽい。
近いと二段技になってるな。しゃがみガードをさせてみる。お、中段？中段下段みたいな感じ？あ、上段だ。近いと上段、遠いと下段。そういう性能の技っすか。なるほど。なるほどね。はい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 。これでも使うかこれ。近距離では使わないよなこの技。無敵とかがあったりするわけじゃないだろうしな。使わないよな。はい。で超受け身。お、お、裏に回らない無敵技ですね。今回はキャンセルしてる？あ、キャンセルしてるね。これは無敵はどうなってる？あ、無敵はない。今日は無敵があるが、弱は無敵がない移動技か。はいはいはい、キャンセルするだけの技。こういうつなぎのための技か。なるほど、今日は無敵があるけどキャンセルできないと。今日は無敵はナイス。キャンセル、あ、違う、キャンセルはできない。なるほど。多分 EX は両方の性能を合わせてるんだろうと思いますね。無敵があってキャンセル可能っていう、家庭版02ダイモンだと、02UM ダイモンの性能なんじゃないかな。これがゲージ消費なしで使えてたあのダイモンはやばいよね。ねえ。ということだよね。なるほど。これは切り返しとかいろんなところで使うでしょう。で、超大外刈り。モーションが変わってるね。これワンフレになってる？違う？ワンフレじゃないか。あ、無敵投げだね。昔よりなんか早い気がちょっとするけど、無敵投げですね。これの何が強いかっつうと、スパキャンが可能なんですよね、確か。EX 版。ああ、結構ダメージある。あ、強攻撃から繋がるし。超大外から繋がるようになってる。これ EX 版、これなんだこれ。空振った時の隙が短いのはわかるけど、前も広いかな。ダメージは高いよな。前が広いね。前が広い。まあ、頭上払い繋いだと入んないな。なるほど。で、超飛は地獄極楽落とし1個だけ。おぉ。まあ、ワンフレ投げなんで、これはキャンセルで出せばまず繋がる。こういうのも入ると。ほい、ほい、ほい。わぁ。で、これが、あれ？今、天地返しが出たのか。これが繋がるんだな。どんな投げ方をしてるんだって感じではあるが、ちょっと待って。これだよ、これ。減るよな、これ。減るな。あ、これ無理かな。ワンフレじゃないからな。あ、無理っぽいな。あ、入った。入ったぞ。最速で、キャンセルすれば入る。最速すぎると遠い。あ、入る入る。入るけど、ミスった時が危ないけど。減るね。
素晴らしいヘリですね。飛び込みから言ったら5割以上いくような。で、EX1。まあ、単純にダメージが高いと。間合いは広いのかな。あ、また走っちゃった。あ、インインって跳ねる。跳ねるな。EX1 から行ってみようかな。あ、出ない。入んねえか。ほら、3ゲージですね。ちょっとダメージが分かんなかったけど、なるほど。まあ使い方は今まで通りだな。地獄極楽落としはスパキャンから入るようになったということで、他はなんかないのかな。あ、これも入るんだ。切り株から入るんだ。あ、マジか、こんな入るか。これはワンチャンあるぞ。この掴み方、ほら、ちょっと離れるから難しいか。中央だと難しいけど、うまく本当に当てないと。02、え、違う、2001の時ほどはつかめないけど、まず端を追い込んでこれ当たっちゃったらもうね。判定は強いからジャンプぶっ通したら結構当たるんで、つかめると。雲つかみ投げもいけんのかな、もしかして。あ、いけんのか。対空からさっきやったけど、あ、早かったな。さっきやったけど、これをん掴めなかった。じゃあ上半身無敵なのか。あ、全身無敵じゃねえのか。じゃあ、あんまり深いと無理だけど、まあこのぐらいなら、このぐらいなら3ゲージでこういうのがあると。終わり。まあまあまあ、別にマックス版じゃなくてもいいけど、いろいろあるね。これはいけるところはない。はい、すごいね。こんな入るか。はい、じゃあネオマ経典同値、経典同値ですね。これ今のですね。これは当て身技ですね。暗転しない当て身技。ちょっととりあえずこれいくか。行くぞ。行くぞ。どういう、もうなんか自信、まあ自信だけどさ、柔道関係ないよな、もうな。ボルトガンダムみたいになってるけど。まあ、あの、02の時の MAX2 の風林火山も地震だったから、地震っていうか爆発してたからな。よくわからんが。対空でも、これは、まあ、多分ワンフレーの、全身当て身技なんで。マチコン。ダメージも高いね。よし、これを、マックスキャンセルはどっからいけんのか。あっちあっちあっち。うおー、これこういうとこからいいんだな。地獄、ん、これからはいけんのかな。あ、出るけど無理か。マックスキャンセルじゃないとダメだ。間違えた。どっからいけんだろうな。途中じゃなきゃダメか。あ、投げたタイミングでいけんだ。投げてからいける。なるほど。あ、間違えた。途中じゃないな。あ、投げた瞬間か。なんかこう珍しいな。 MAX2 だいたい、あの、 MAX じゃないわ、 MAX キャンセルするときってもう入力した瞬間に暗転ピカーンって MAX キャンセルって出るんだけど、ちょっと間があるね。投げて、間があって、暗転していくぞ、と。演出がなんかちょっと他と違うな。
これは地震の後にいけるのかな。あ、ダメか。これも投げた時か。やっぱそうか。おお、これなんか補正のかかり方が違う気がするよね。マックス版から行った時は最後のEX 版から行った時はネオマのダメージ自体が上がってる気がするな。なんかああそういう補正がかかると。なるほどですね。ダイモンは強いでしょう。もうこれからもだけど、投げからスパキャンいけるっていうのは強いでしょう。中央で掴むのは本当難しいけど、こういうのがあった。あ、じゃああとちょっとあれを見ておこう。カウンター、1ヒットでいいのか。まあ、カウンターバイヤーになりますので、これも変わらんね、昔と。まあ、こいつは、これだと思うんだけど、結構戻ってくるね。これが出ちゃうので、ヨガ斜め上入力でやった方が良さそう。おぉ、空中の相手掴んだのか。ちょっと遅くてもキャンセル可能。なるほど。ああ、いいですね。よし、トライアル行くか。簡単だろ、ダイモンは。ループなんか大してないですよ。どうなんだろう。あ、そういえば、あれ試してなかったな。超受け身から頭上払いが出るのかっていうのを試してなかったな。あと、ダウン回避中に、なんだっけ、天地返しがバンバン当たるやつ。天地返しじゃないや。地雷神キャンセル、超受け身、地雷神みたいな、あれ、できんのかどうかやってなかったな。さあ来い。微妙なカラーチェンジですね。うっす、ダイモンさん。さっぱりした顔だな。うん。金髪、鉄ゲタダイモンという感じで。うわぁ。ん？あれ？下蹴りか。ノーキャンか。ほわぁ。おーす。ほい。で、スパキャン可能と。そうだね。展示会社はスパキャンできないから、もうスパキャン狙うときはこっちの方がいいってことか。なんだこの目星。お、ほんと小足早いんだな。おお、入った。おお、ちょっと、声が量とか被りすぎじゃない？はい。はい。今の両押しの声は量とほぼ同じだった。ああ。オッケーに。よしよし。昔からダイモンは俺も根性入力で天地獄極楽落とし入れてたんで。こう言って、お、あ、こんなことする。こんなことしちゃう。こういうのができると結構いろいろできるな。雲掴み投げからもできるってことだよね。3発入れる。ファンが連打キャンセルかかるんだな、ダイモンにしたら珍しく。ああ。こういって、こういくと、はいはい。高い。オッケー。ガラスパキャン可能と。コパン壊しはあるね。連打キャンセルかかるし。ああ。置いて。
うまく当てないと今のが近距離強パンが離れちゃう。うわぁ、うん、ここで発動、この発動の仕方珍しい発動の仕方だな。これ全部入るか。あ、入った。タイミングがちょっと覚えればいけるか。で、投げて、頭上払い2回。このタイミングが難しいな。低めだよね。2回当てて、こういっ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 て、こうか。よーし。いくか。難しいぞ。難しいね。当たんねえし、低、もっと低い？マジっすか。ワン。ダイモノーカットでいきたいな。よっしゃー、やっとできた。ノーカットは無理でした。もうずっと犬が吠えてるけど、ノーカットでやりたかったけど、これ結構きつかったな。よし、さあ次は何だ。これまだ結構あるよな。8個目、7個目ぐらいかな。あれ最後だった。最後でした。全然やってない気がしてたけど、もう最後でした。強パン強パンばっかだな。ワンワンでいって、EX。これ頭上払い1回でいいのかよ。さっきも1回でいいでしょう。はい、もう犬スルーで行くぞ、これ。置いて、置いて、いや、まか、楽勝でしょう。EX 版な。遅いか。そんな引きつける必要もない。ほい。犬が気になるが、おりゃー、はい、グリート大門とりあえずクリアという。で、ちょっとさっきやってなかった地雷神ダウン回ダウン中当たるバグがあるのかどうか、そのあたりをちょっとだけ見ますか。よっしゃー。次週はジョーですので。僕は、プラクティス。あれば結構ダメージソースとしてはあれは重要だからね、ダイモンは。マイル。相手は誰でもよしと。他なんか見とくもあったけど、ダイモン。頭上払いから、あ、そう、根っこ返しだっけ？あれはないからな。根っこ返しはないので、置いて、あ、ないね。大丈夫ですね。大丈夫と言っていいのかどうか、わからんけど。これはないようですね。はい。じゃあ、いいかな。終わりますか。ありがとうございました。
また次週上に投票よろしくお願いします。失礼します。